黒い画集極意のない女集、極意のない女集は、松本清張の小説。週刊文春1963年7月15日号から10月14日号に、別冊黒い画集第3話として連載され、1976年5月に、短編集、高台の家収録の一作として、文芸春秋から刊行された。1978年にテレビドラマ化されている。東京、 世田谷に左右二棟からなるアパートがあった。このアパートは片側が女性専用、もう片側が男性専用であった。男性側の住人は外して若い子を男子が多かったが、女性側は30歳を過ぎた中年女が多くを占めていた。住人の一人、服部和子は夜22時半過ぎに大浴場に入った。浴槽に使った和子の足の裏が、 ぐにゃりとしたものを踏んだ。人間の考察死体であった。警視庁の赤塚刑事らは、事件の捜査に乗り出すが、アパート住人に噂される、同性愛や下着泥棒に翻弄されるうち、第2第3の事件が発生する。アパート内に秘められた人間関係の真相とは、そして事件の黒幕は誰なのか。松本成長シリーズ、巨食の花園。 1978年10月14日 NHK の土曜ドラマ枠にて放映。高級マンションリバーウエストを舞台とし、第一の主体がその屋上で発見されるストーリー。原作の松本清張が出演した。視聴率14.1%。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。巨色の花園に関するカテゴリー。ありがとうございます。